はい。では続きやっていきましょう。続きは慢性心不全に用いられる新しいお薬確認していきます。今回はイバブラジンとサクビトリルバルサルダン、これを確認していくということになりますね。106回国家試験までではまだ出題されていないということなんですが、今後の国家試験で出題される可能性ありますので、イバブラジン、サクビトリルバルサルダン、どのように作用していくのか、どんなお薬なのかってことをしっかり確認するようにしてください。 じゃ、まずイバブラジンから確認していきますが、分類としては HCN チャンネル阻害薬となっているということで、新しい分類という感じです。じゃ、どんなふうに作用していくかというと、このようにされています。心臓の過分局活性化、感情のぬくり落ち度依存性 HCN チャンネルを遮断することにより、 か、分局活性化、陽イオン電流を抑制。それによって、拡張器、脱分極層における活動電位の立ち上がり時間を遅延させて、心拍数を減少させるという感じですね。まあ、これバーっと見てもあんまりですね、ピンとこないと思います。まあ、ピンと来るとこここかなって感じですね。心拍数減少させるんだってぐらいで、まあ、前半部分っていうのはすごい文章長くて分かりにくいという感じですね。 じゃあ、どんな風に頭の中に入れといたらいいかというと、このようにイメージしといてもらうといいかなって感じです。心臓の興奮ってどっから始まるかというと、この丸心臓ね。心臓の興奮に関しては、これは、同結節と言われるところから始まります。で、この同結節ってところから興奮始まるんですけど、そこでは何が起こってるかというと、HCN の4番ですね。このチャンネルが、 電流を形成してます。じゃあ、どんなね、電流形成してるかというと、これですね。過分極活性化陽イオン電流。これを形成してるという感じです。じゃあ、イバブラジンどうかというと、イバブラジンっていうのは HCN チャンネルですね。これを阻害することによって、 多分極活性化陽イオン電流これを抑制していくという作用がありますねでこの電流抑制することによって心臓の興奮を抑えることができるよということで心拍数を減少させることができるということになりますんで皆さんイメージとしてはこんな感じでイメージしておくといいでしょう心臓の興奮が始まる同結節においては HCN チャネルですねこれが電流の形成に関わってるんですがこの HCN チャネルこれをイバブラジンが阻害することによって電流が形成されなくなるそれによって心臓の興奮を抑えられて心拍数が 減少していくというねまあ、こんな作用を示すのがイバブラジンなんだと押さえておくといいかなって感じになりますなのでどんな場合に使うかというとこのようになってますね心拍数が75回パーフ以上の慢性心不全に使うということで安静時において心拍数が多い場合の心不全に使っていくとされています ただ条件がありますね。どんな条件があるかというと、ただし、ベータ遮断薬を含む慢性心不全の標準的な治療を受けている患者の場合に使うことができるということで、ベータ状態遮断薬を使ってもですね、心拍数が多い。そういった場合の慢性心不全にイバブラジンを使うということになりますんで、どういった場合に使うことあるのか、そしてどんな作用を持っているのかっていうことをしっかり確認しておいてください。これが何かというと、これが HCN チャンネル阻害薬、イバブラジンの作用。 とどういった場合に使うのかってことなんですが皆さん作用をしっかり押さえてそしてどういった場合に使うのかってこともしっかり答えれるようにしておきましょうはいでは続き見ていきましょう続きは慢性心不全に用いられる新しいお薬2つ目確認していきますお薬としてはサクビトリルバルサルタン見ていきますねでこのサクビトリルバルサルタンも分類がですね新しくなっていてこのようになってます暗行転心受容体ネプリライシン阻害薬ということで新しい分類となっているということです じゃあこのサクビトリルバルサルタンなんですが、どんな特徴を持ってるかというと、これは2つのお薬がドッキングしてます。サクビトリルと言われるお薬とバルサルタン、これがくっついてるという感じなんですね。このバルサルタンが ARB。で、サクビトリルというのは新しいお薬で、ネプリライシン阻害作用のあるお薬という感じになります。じゃあこのサクビトリルバルサルタンなんですが、これ体の中で2つに分かれて作用するということなんですが、これらの作用を把握するにあたっては、ここをね、知っておく必要があります。 ナトリウムリニオーペプチドってどんな作用あるのかってことと、あとはアンギオテン転身2がどんな作用あるのか、これをね、しっかり確認しておく必要があるということです。 じゃ、まず、ナトリウムリニオペプチドなんですが、これが状態に働くと、こんなこと起こります。全身の血管抵抗抑制ということで、まあ、血圧下げる作用がありますし、あとは交換神経の緊張なんかを抑えることができる。あとアルドステロン分泌抑制することができますし、心筋リモデリング、これを起こりにくくすることができる。あとは、ナトリウムリニオ、リニオなんかを促進するということで、尿を出しやするんだというね、そんな作用があります。それが、ナトリウムリニオペプチドとなっているということです。 いやそれに対して暗行転身2なんですが、これ状態に働くとどうなるかというと、暗行転身2、AT1 状態、これに作用することによって、 で、ナトリウムリニオペプチドと逆の作用を示します。全身血管抵抗の上昇、交換神経の緊張の上昇、アルドセロン分泌促進、あとは心筋リモデリングなんかを起こしやすくなりますし、あとはナトリウムリニオ、リニオなんかを抑制するというね、こんな作用があるということです。なので、ナトリウムリニオペプチドっていうのは心不全を起こしにくくするって感じなんですが、それに対して暗行転身2っていうのは心不全を進行をさせやすくするというですね、相反する作用を持っているんだということになります。 じゃあ、こんな感じで、ナトリウムリニオーペプチドと暗ン,ンシン2の作用、これをね、抑えることができました。じゃあ、サクビトリル使った場合どうなるのか、バルサルタン使った場合どうなるのか、これ考えていきますが、このサクビトリルっていうのは、ネプリライシンと言われる、タンパク分解酵素。これをですね、阻害します。それによって何するかというと、ナトリウムリニオーペプチドの復活化ですね。これを抑制する。 あとは、テ行転身2の不活化。これを抑制するということで、作ビトリルを使うとこんなことが起こります。ナトリウムリニオペプチドが増えるということと、あとはアンギオテ行転身2の量が増えていくということです。それによって、ナトリウムリニオペプチドが受容体に働くことによって、心不全起こしにくくするということと、あとアンギオテ行転身2が AT2 状態ですね。これに働くことによって、心不全が進行していくというね、こんなことが起こります。なので、サクビトリルだけ使っても、心不全をうまく抑えることはできません。じゃあ、それで何したかというと、バルサルタンを加えたという感じですね。じゃこのバルサルタン何するかというと、これは暗行転身2、AT1 状態、これを遮断するということになりますんで、この作用を抑えていくことができます。 それによって何ができるかというと、暗行転心2が増えたとしても、暗行転心 2AT1 状態、これが刺激されにくいということから、こっちの作用はね、現れにくいとされます。それによってどういうことが起こるかというと、ナトリウムリニオペプチドが効率よくですね、状態に働いて、それで心不全を抑えることができるよね、とされているのが、サクビトリルバルサルタンということになります。なので、ネプリライシンを阻害することによって、ナトリウムリニオペプチドの量を増やす。そして、 アンギョー転身2の量を増やすというふうになってるんですが、このアンギョー転身2の量増えることが困りますんで、バルサルタンをうまくですね、含有させることによって、心不全なんかを抑えていくというふうにされるのが、これがサクビトリルバルサルタンとなっていますんで、このサクビトリルバルサルタン、どんな作用を持っているのかってことと、あとはナトリウムリニオペプチド。 暗行転身2どんな作用を持ってるのかってことをしっかり確認してもらって、このサクビトリル、バルサルタン、どういうふうに働いてるかってことを答えれるようにしといてください。まあ、今後の国家試験では聞かれる可能性がすごい高いんじゃないかなと思いますし、慢性心不全の治療薬としてはかなり画期的ということになりますんで、どのように作用するのか、そしてですね、 ナトリウムにニオペプチド暗行転診について、心不全にどう関わってるのか、なんてことをね、しっかり確認しておくといいかなと思います。ということで、これが何かというと、これが心不全中薬についてのお話ということになりますが、心不全中薬たくさんありますんで、皆さんお薬の名前しっかり覚えて、そして分類分けして、それぞれの特徴をちゃんと押さえてもらって、そして国家試験の問題に対応できるようになりましょう。それではまた。